クインシーマーケットはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市中心部に位置する歴史的建造物。1824年から2年の歳月を費やして建設された。名称は当時の市長であった女債役クインシー3世から取られた。クインシーは建設にあたって増税や被災の発行を一切行うことなくその費用を調達した。 19世紀前半に建てられた当時全米最大のショッピング施設の一つとしてアメリカ合衆国国定歴史建造物に認定された。なお、クインシーは本来はクインシーではなくクインジと発音されるが日本語ではクインシーと表記することが慣例となっている。したがって本項目においてもクインシーという表記を用いる。19世紀ボストンが 市に昇格した1822年頃、ダウンタウンでは、商業需要が膨れ上がり、ファニエルホールは、すでに手狭になっていた。店舗スペースの拡充のため、アレクサンダー・パリスのデザインの下、クイーンシー・マーケットは、ファニエルホールの裏手となる東側に隣接して、建てられた。当時ファニエルホールは水際に建っており、クイーンシー・マーケットの敷地を確保するため、港の一部分が埋め立てられた。 その結果、当初の目的であった商業スペースの拡大のみならず、6本の通りの新設、または採設にもつながった。開業当時から、クインシーマーケットは卵、チーズ、パンなど食料品を主に取り扱うショッピングセンターであった。また、1970年代に動物の骨が見つかったことから、屠殺も行われていたと見られている。屋外では、 露天商も行われていた。現在でも2階のベンチが並んでいる部分には、初期の商店の看板が掲げられている。2010年、屋上のドーム。1階は、フードコート。2階はベンチが並べられている。かつて使用された看板が掲げられている。クインシーマーケットは2階建てである。上から見ると長方形をしており、長辺にあたる、東西方向は、 長さ535フィートである。また、面積は約2万7千平方フィートである。こうした形状ゆえに、内部中央には東西に長い廊下が続いている。外観は、ニューイングランド伝統の三影石造り、内壁は赤レンガ造りになっている。当時木骨造りに使用された最大の三影石及び、ガラスであった。当時革新的であった中鉄の柱が使用された。 東西レゾレのファザードでは三角のペディメントや、ドーリア式の柱のある、ローマ様式となっているのに対し、側壁は長方形の窓が並ぶ、近代的でアメリカ的な造りになっている。また、建物中央には、銅で覆われたドームがついている。ドームの直下は休憩所、および、正面玄関となっている。屋根には八本の煙突が均等に並んでいる。 南北には412階建てのレンガ及び、加工岩造りのノースマーケット及びサウスマーケットが建っている。地域の開発の一部として、これらはクインシーマーケットより大きな建物となっている。1966年、これらの施設はアメリカが修国国定歴史建造物、アメリカが修国国家歴史登録材に認定された。1996年には、 ボストンランドマーク委員会により、ボストンランドマークに認定された。サウスマーケット1969年、住宅都市開発省は、ボストン市に市場安定化及び1826年製の屋根、及びファサードの修繕のため、約200万ドルを与えた。1970年代初頭までに、ボストンの農産物市場は拡大し、手狭になっていった。講師費合わせ、 ベンジャミントンプソンアソシエーツとラウズカンパニーはフェスティバルマーケットプレイスを開発した。1976年、クインシーマーケットと合わせ、新たなファニエルホールマーケットプレイスが開業した。1977年、ハールストン・パーカー賞、2009年、アメリカ建築家協会による25年賞を受賞した。クインシーマーケットは以前は食料品店であったが、 現在は、屋台、ファストフード店、レストランが並び、現在も、ボストンの台所としての役割を担っている。昼休みの時間帯となると、ダウンタウンで働く人たちが昼食を取りに、クインシーマーケットに集まってくる。中央部分のドームの下には1階と2階に座席がある。外側、特に南側のガラス張りの場所には、露店が並んでおり、小物や土産物などが販売されている。 このエリアにもいくつかのレストランがある。2007年パノラマ2階及び地下にも店舗スペースがある。2階にはかつてはボストン最大のコメディクラブであったコメディコネクションがあったが現在はユニクロが入っている。地下にはバーやレストランが入っている。現在クインシーマーケットはファニエルホールやノースマーケット、サウスマーケットとともにレストラン、店舗、事務所のある ファニエルホールマーケットプレイスというショッピングセンターとして営業している。クインシーマーケットの東側には半円形の広場がある。建物の東西端はそれぞれオープンスペースになっており、屋台が立ち並び各種ストリートパフォーマンスも盛んに行われている。昼間はパフォーマーの周りに人だかりができることが多い。また、クインシーマーケットは ファニエルホールと共にフリーダムトレールに沿ったボストンの名所ともなっている。ありがとうございます。